はいどうも、神仏応援団流です。今日はですね、竹生島に浮かぶ宝厳寺の弁財天さんについてお話ししたいと思います。はい、ということで今日はですね、滋賀県の琵琶湖に浮かぶ島ですね、竹生島に浮かぶ宝厳寺っていうお寺さんがあるんですけども、ここの本尊の弁財天さんについてお話ししたいと思います。はい。で、ここのですね、竹生島のですね、弁財天さんなんですけども、まあ日本三大弁財天とか、日本五大弁財天とかって言われるんですけども、その、日本五大弁財天のうちの、まあ一つ、の弁財天さんになりまして、まあ全国的にもですね、非常にまあ有名なというか、パワフルな、弁財天さんになっております。参考までにですね、日本五大弁財天、五弁財天、を北から言ってみますと、まずですね、宮城県の金華山ですね、にあります弁財天さんですね、小金山神社さん、にある弁財天さん、そして、その下下がりまして、江ノ島の弁財天さんですね、そして、天川弁財天さん、これ奈良県ですね、奈良県の山の中にある天川弁財天さん、そして、竹生島の弁財天さん、でさらに広島の厳島神社の弁財天さんということで、この五弁財天が日本五大弁財天、五弁財天、というふうに言われております。はい。でですね、このまあお話でいきますと、まあ、東京の方にはですね、非常に馴染みのある、上野のですね、忍ばずの池、というところにある弁天堂があるんですけども、実はですね、この弁天堂はですね、琵琶湖のこの竹生島をですね、模してですね、作られた、場所なんですね。まあ、そのくらい、その弁財天さんの大元の場所といいますかね、はい、いうふうになっているのがこの琵琶湖の竹生島弁財天さんというとこなんです。で、まあ、今回ですね、お話ししようと思っているのがここの弁財天さんの御開帳ですね。通常はもう扉が閉まっていて弁財天さんに手を合わせることでできないんですけども、この竹生島の弁財天さんはですね、60年に一度だけ御開帳というところの扉が開いてですね、ご本尊に手を合わせることができるんですよ。で、60年に一度ということで、まあ、前回が、1977年ですね、昭和52年に、御開帳になっておりまして、次がですね、その60年後なんで2037年なんですね。で、2037年に、御開帳になる扉が開くと。もう本当に60年なので、もうかなり長い期間、扉が、まあ、閉まっている。まあ、通常ですね、ご本尊というのは、まあ、この図紙の中に入って扉が閉まっているものなんですけども、まあ、60年に一度だけ、まあ、開くという、ところなんですね。はい。で、僕ですね、1977年って言いますと、まあ、生まれてですね、まあ、やっと 歩き出してしばらくしたかなぐらいの時なんで、その時にですね、行こうと思っても、行けないですよね。はい。行けないんです。現実的に無理で、次、まあ、行けるとすれば2037年ですよね。はい。に、まあ、行けるかなというところだったんですけども、実はですね、この宝厳寺さんがですね、というお寺さんができて、まあ、開創1300年記念ということで、まあ、お寺ができて1300年ですよっていうね、節目の年にあたりまして、これがですね2024年だったんですよ。で、この2024年のですね、がまあ開創1300年ということで、60年に一度しか御開帳にならない弁財天さんが一瞬だけ、その御開帳になったんですね。で、これが、5月の18日から18、19、20、21、22、23、24、25、26、27日まで10日間、たった10日間だけですね、御開帳になったんですよ。で、もうこれはですね、もう行くしかないということで、行ってきました。はい。で、これ僕が行ったのがですね、その初日ですね、5月の18日の日に、行ったんですね。で、これ多分ですね、おそらく僕の予想ではものすごいですね、まあ人が、参拝に来るだろうっていうのを予想してですね、まあ、18日の一番最初の、まあ、これ船で渡るんですよ。で、船で、竹生島に渡るんですけども、その船もですね、あまり
こっちからのが少ないなと思った、まあ、今津港っていうのがあるんですけども、今津港から行こうと、まあ、人が多分少ないだろうこっちの方は、まあ、港自体はそんな大きくないですよということは、船自体もそんな大きくないと思ったので、そっちで朝一で行けばですね、その早めの弁財天さん、早めにですねその弁財天さんに手を合わすことができると、いうことでですね、行ってきました。はい。で、めでたくですね、まあ、朝一番の船ということもあって、まだ人が少ない中ですね、その御開帳の列っていうのがあるんですけども、まあ、そこに並ばせていただいて、まあ、朝一番に行ってもですね、それよりも早く着いてた方がまあいらっしゃって、まあ、階段登っていくんですね。あと船も、長浜港を取ってね、反対側からも船来てますんで、まあ、船の到着時間で、まだ先にですね島に入られた方もいらっしゃったんですけども、でも人数的にはそんな多くなかったんですよ。はい。で、それでですね、御開帳ということで、拝ませていただきました。はい。でイメージはですね、結構ね大きさがあるのかなと思ったら、実はすごく、小さなですね、本尊でして、ああなるほどと、これがまあ 60年に一度の弁財天さんかということで、お参りさせていただきました。はい。でそこでですね、記念御朱印っていうのがありまして、買わさせていただいたんですよ。でそれが、こちら、ちょっと反射してますかね、ちょっと見た方がいいですね。切り絵になってるんですね。切り絵、はい、見えます。こんな感じで綺麗でしょう。弁財天さんがね、竹生島に浮いて、いるという。これ後ろね、色ついたのに出てるんですけど、残光です。本当はこうなんです。切り絵なんて、すごい細かいんですよ。すごい細かく切り絵がしたって、もう綺麗なんですね。裏はこんな感じです。切り絵なんですよ、ね、髪もね、すごくしっかりとした髪に書いてあります。はい。で、このね下の絵が色ついたね綺麗な絵がありまして、これを合わせてですね、はい、このように、まあ、切り絵の御朱印ということで、買わせていただきました。はい。でまあ、なんか僕もいろんなところでですね、まあ、いろんな神社さんお寺さんで、御朱印ね、見るんですけども、まあ、なかなか手の込んだすごく綺麗な御朱印だなと思って、買わせていただきました。ね、令和6年の5月18日ということで、行ったね、日が、書いてあります。綺麗ですよね。はい。ということで、まあ、60年に1回の御開帳がですね、一瞬だけ、開創1300年記念ということで一瞬だけ開きましたっていう、お話ですね。あとはこの切り絵の御朱印が素晴らしく、まあ、美しかったですよという、お話でした。はい。でね、次2037年なんで、もう13年後ですね。まあそう遠くないですよね。なのであなたもですね、この13年後、竹生島の弁財天さんが御開帳になった時はですね、ぜひ、行ってみてください。僕もですね、13年後まだ余裕で動けると思うので、どうかなわかりませんけど、多分余裕で動けると思うので、ね、またその2037年の時はもう一度ですね、御開帳に行ってですね、その時ね、またお礼でもですね、お伝えさせていただければなぁなというふうに思っております。はい。まあ、ちょっとでもね、このその時の、まあ、エネルギーですよね。はい。なのであなたにも見ていただければなと思って、動画にしてみました。はい。ということで、神仏応援団リュウでした。今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。